はい、こんにちは。配信スタートします。もうすでに配信、いろんな方がされているみたいで、はい、いろんな、角度から、集会の方を見れると思います。今みんなのところに向かってます。あ、早速ありがとうございます。ありがとう。あのですよ、沖縄雨降りですよ。いやー、屈辱の日にぴったりですね。はい、いえ、みんな、はい、あ、お茶もたくさんありがとうございます。ジュビさんもミラー配信今日ありがとうございます。今、私は車を駐車してなんとかたどり着いて、みんなのところに今近づいておりますよ。はい、県庁です。沖縄県庁。あ、はい、あ、はい、Cさん、あ、みんな、はい、あ、伊佐さん、どうもです。だからね、雨降ってるね。あの天気予報ではあれだったけど、雷とかってだったけど、とりあえず今雷は降ってませんが、傘を差すほどの雨が降っております。はい、今集会どんな感じでしょうか。あ、アブチンさん、はい、あ、みんな幸せになれさん、はい、今みんなのところに、近寄ってますよ。沖縄県庁、県民広場から集会をスタートして、またこれはなんだ、警察か。みんな、あ、そうですね、いや、歩道いっぱいに埋まっております。はい、で、歩道いっぱいですね。警察の警備も来ておりますね。はい、でたくさん人が埋まってるもんですから、ちょっと集会の中心がどこなのかちょっと探してみます。よしよしよし、はい、あ、はい、高校生、神奈川からありがとう。今集会の方県庁に着きました。で、結構人がたくさんで、歩道はもう埋まってる状態ですね。わかるかな、国際通りの入り口です。あ、はい、内豆さんありがとうございます。ですね、今見てるとこ、見てる感じでは、パレット雲地の、あの階段、あの沖縄のデパートの階段の方からも、ここからも、この県民集会を、の参加者かとは思われますが、階段のところで、みんな見てる人もいますね、遠くの方で。で、またこの放送が多分ですね、遠くからなんかうるさいアナウンスが近づいてきてるんですけど、車のまた右翼じゃないかな、ですね、またあれじゃない、八重山日報か、八重山新報のなんか沖縄の新聞のこととか言ってますね。うるさいね。今歩道の方からお疲れ様です。また右翼かもしれない、またですよね、かなり。集会の反対側からちょっと、多分また右翼の凱旋ですごく大きい声で、あのこちらに向かって、あの抗議の妨害が入っております。
はい、ちょっとたくさん人いるんですけど、頑張ってちょっと前に行ってみよう。国民の世論の変化も大きくなりました。今日実はあの県民を敵視している産経新聞の世論調査が発表されました。この世論調査によりますと、辺野古移設賛成は 39.9%、 辺野古移設反対は44.7% であります。誰が見ても私たちの戦いに正義と道理があります。日米両政府がどんな強引な手法を取ろうとも、沖縄県民は絶対に負けない、屈しない、合心ならん、頑張ろうではありませんか。共に頑張りましょう。本日は糸数恵子参議院議員からメッセージをお預かりしております。司会の方で紹介させていただきます。今沖縄県民の思いは一つに集約されようとしています。沖縄のことは沖縄が決める、自己決定権の確立を求める思いです。沖縄に住む私たちの意思に反した新基地建設など絶対に認められない。遠く離れた土地に暮らす日米首相や政府関係者が私たちの島のことを勝手に決めてよいわけはありません。沖縄の自己決定権を確立するために、今県内外で様々な人々が声を上げてくださっています。沖縄県民も何があろうと決して屈することなく沖縄を守り抜こうではありませんか。共に頑張りましょう。参議院議員糸数恵子さんでした。それでは続きまして、今日はここ那覇市の県民広場で集会を参加させていただいております。尾長県知事が頑張っているように、ここ県と那覇市でも市長を先頭に市民みんなで頑張っております。続いて開催地を代表して激励の挨拶を那覇市長城間美紀子市長からご頂戴いたしたいと思います。開催ご所要ご紹介いただきました那覇市長の城間美紀子でございます。今まさに 4.28 のこの時に、先ほどありますように安倍首相とオバマ大統領の会談が行われております。安倍首相は尾長県知事が辺野古に基地は作らせない、新基地は作らせないと伝えてくださいというお願いをきちんと伝えてくださっているでしょうか。なおですね、おそらくそれでも辺野古に基地を作らせない、そしてやんばるの豊かな自然と美しい海を守るという私たち沖縄県の強い思いは決して揺らぐことはありません。この沖縄県民の強い思いは、私たちの子や孫が未来への夢と希望という大きな責任を持って、さんからの挨拶をされておりますが、歩道の方からは右翼のとても外線の音がですね、さらなる沖縄の発展につながってまいります。だからこそ私たち責任世代の責務として、心を一つにして日米両政府という大きな壁に立ち向かい、厳しく険しい困難な道を切り開いていかなければなりません。そしてその先頭に立つ尾長武知事を県民一人一人がしっかりと支え、辺野古に新基地を作らせない、やんばるの豊かな自然と美しい海を守るという強い思いを太く紡いで、がっちりとスクラムを組んでいかなければならないのです。他の方の追及が結構前の方、場所いいところから取られてるみたいなので、私はちょっと逆に離れていきましょうかな。一括払い反対、適正保障、特内大将。
信じていませんという、いわゆる相当この後ろの方の集会を邪魔している右翼大戦が、あの音が本当すごいですね。強い思いと行動は今を生きる私たちにとってとても大きく、自らの足と意志でしっかりと立つ沖縄の一貫の魂として、あてがいない心の支えであると、これを大事に申し上げたいと思います。まあ、本当は無視しておきたいんですが、他の方の数はちゃんと集会の方、取れているようですので、遠くの方をやりましょう。あ、大城さん、通り過ぎていきました。はい、じゃあ集会に戻ります。人でですね、結構中に入るのも結構大変なぐらい、集まってますよ。はい、歩道の反対側のパレット側でも、基地の方のプラカードを、持ってたくさんの、県民が、遠くから集会に参加しております。あ、新一さん、はい、そうですね、何やら、まあ、沖縄の新聞のこととか、あの小長知事 の、 あのなんかことを文句を言ってました。今集会の方は、議員さんたちが、スピーチを続けております。はい、今沖縄県の県庁、国際通り前から配信してます。で、たくさんの人たちで雨なんですけれども、傘差しながらみんな、集会の方を、向いて話を聞いております。で、あのパレットの方もたくさん、向かい側の道にもかかわらずみんな立って拍手してますよ。はい、
安倍首相、この、沖縄県民の、姿をちゃんと見てですね、今アメリカにいるのかもしれないんですけど、はい、本当沖縄県民をバカにしないでほしいです。ちゃんと、向き合って、同じ日本の国なんですからちゃんと考えてください。よし、じゃあまたもっと近づいてお話聞きたいんで、もう一回近づきます。それはもう絶対間違ってると思いますね。それと同時に沖縄で何が起こるかということです。実は先ほど話があった1952年というのはまだ憲法ができて5年ですよ。憲法ができて5年ということは沖縄が期待したのは何かというと、もちろん憲法が5年後ではなくてすぐにでも来るだろうと思ったわけです。アメリカが撤退すればです。でそのように実はこの対日平和条約、サンフランシスコ講和条約というのは4月28日に日本から占領軍が90日以内に撤退する日なんですよ。それを撤退させずに駐留というのを条約で結んだってことは、これ屈辱じゃなくて何ですか、屈辱なんですよ。だから沖縄と同じように屈辱の日なんだということを共有しない限りこれは分からないと思います。あ、もしそのあとどうなったか、ごめんなさい、憲法がもう来ないということが発見したんですね、この4.28 で。どなたか沖縄の憲法が適用されない、分かんないされるかもしれないとした期待を裏切ったわけです。で憲法が来なかったらどうなったか、沖縄の人権が無視されたわけです。もう米軍統治の中で裁判はできない、財産権はない、表現の自由も規制される、
そういうことがいろいろあったわけですね。自治権はもちろんない。我々が参政権として主席を選ぶことさえできないと。こんな状況がこの分離によって起こったわけです。チリ以外に憲法からの分離というのがとても大きいですね。そして現在のギャップというのは、その時の分離、憲法からの分離がそのままギャップできているということです。25年憲法と離れていた、四半世紀離れていたということはとても大きいことなんです。でももう一つ大きいのは、私たちが憲法というものが何をしているのか、何を守っているのか、本当の憲法の姿というのを他の地域、他の日本国民よりもよく知っているということなんです。沖縄はよく、ね、憲法から外れていると言います。外れているけど一番憲法を求めてきた、そしてそれを使うですね。これからは就活、婚活、いろいろありますけど、憲活、もう憲法の活動をするね。これぜひみんなでそういう気持ちでやらないと。そしてその憲法の中身というのが、中身というのが本当に沖縄のためになるんだということです。平和であるということ、これが基本です。そして基本的人権という最も人権の中でも基本的なもの、それ世界で初めて日本国憲法に書かれたんですよ。憲法としては世界で初です。その基本的ということが沖縄において最も基本的になってほしいですね。そういう思いが含まれているということ。そして最後に主権、この主権回復という意味の主権を全然分かってないと思います。主権を全然回復してません。今日の日もどういう日になっているのかというのが心配ですけれども、やっぱり沖縄の主権というのは自らのことをですね、本当に訴えるのももちろんそうですし、さらに今度は49カ国に訴えましょう。おかしかったですよあれは、ということですね。はい、どうもありがとうございました。5分講座、宝哲美先生でした。どうもありがとうございました。それでは連日地元の名護市辺野古では県民の戦いが続いております。続いて現地よりの連帯の挨拶です。最初に名護市長稲嶺進市長です。よろしくお願いいたします。はい、最後数よ、中がなびら。名護やんばるから、ゆしりりちゃびたん、名護市長稲嶺でございます。県民広場に、こんなにたくさんの方々が、この屈辱の日を、改めて思い出し、改めてその不条理さを、訴える、そのことのために今日は多くの県民、今日ここに来れなかった方々も含めて、今日の日を、思いを共有しているのだと思います。先ほど憲法の先生のお話もございましたが、このサンフランシスコ講和条約、同時に日米安保条約、そして行政協定、今でいう地位協定、これが発行した日でもあるんです。外務省の元国際情報局長でありました孫崎さんは、この3つは3点セットになっているというようなことをお話ししておりました。時間的にはサンフランシスコ平和条約が1番目、安保条約、そして地位協定、こういう順序に結ばれたんだそうですが、しかし本質はそうではない。地位協定のための安保条約法であり、安保条約を締結するために講和条約が必要だった。いわゆる織田信長じゃないんですけれども、本能寺は地位協定だったということを孫崎さんは言っておりました。それがその過程、流れ、そしてその結果が、実は今我が辺野古の海でシュワーブのゲート前で、まさしく
その流れ、結果が今、現実として、現象として現れているんです。解放のあの横暴な弾圧、そして国道も今までは何でもなかったのに、ここは歩道です、ここは入らんでくださいだとかですね、いろいろと規制を強めてくる。県警も本当は県民の安心安全を守るはずなのに、その矛先は我々県民に向けられて強制排除、こんなことが今毎日繰り返されております。絶対に許せならん。今ここに集まりの皆さんをはじめ、ゲート前、そして会場で毎日現場で頑張っている方々がいらっしゃいます。あの横暴な強い権力にも負けずに頑張っている皆さん、本当に頭が下がる思いですが、こういう行動を我々県民は琉球処分、1800年以来のですね、琉球処分からずっと、うちのアンチは外交の道具にされて、そしてこの屈辱の思いを体感させられて、早く終わりにしたい。しかし今日の日米首脳会談でも辺野古が第一だというような話があるそうです。前の中山知事が5年以内の閉鎖、この話は一言も出ないんだそうです。忘れたんでしょうかね。できもしないことを約束するから、あそこで言えるはずがないんですよ。そうだ。しかも沖縄で今こんな風に大変な状態にあるということ、これもオバマ大統領には伝わらない。負担軽減だけが伝わる。こんなことで、いや、アメリカの政府もですね、騙されるんであれば情けない。我々は辺野古を止めるまで多くの県民の力を結集して、これまで長い間培ってきたうちなんちゅ、そのアイデンティティを今一度共有し、認識をし、最後の最後まで頑張りたい。私も行政の長として、あらゆる手段方法を使って止める努力をいたします。皆さんもぜひご支援ください。最後の最後まで縛らない野菜結びを。ありがとうございます。南根進む名護市長でした。今一度大きな拍手でお願いいたします。それでは続きまして、ヘリ基地反対協代表いたしまして事務局次長の中本光信さんからのご挨拶です。雨の中、ご苦労様です。今日は代表が本土出張のために、代理で訴えをさせていただきたいと思います。今日午前中、大浦湾で、抗議の船、カヌー、サバニックですね、元気いっぱいこういう行動をやってきました。毎日ミネラルいっぱいの潮風を体に吸い込んで、このように元気で頑張っております。さて皆さん、沖縄の豊かな海、命を生みよ、観光産業の生みよ、戦争政策と利権の場にさせてはなりません。爆炎や事件事故犯罪に悩まされることがなく、基地もない平和な沖縄、それは皆さん、今日参加した方々を含めて沖縄県民全体の願いだと思います。国民としての正当な当たり前の要求ではないでしょうか。皆さん、
基地という負の遺産を後世に残してはなりません。私たちの時代で終わりにしようじゃありませんか、皆さん。しかし日米両政府は2プラス2の声明にも明らかなように民主主義を破壊をして基地建設を進めようとしております。先ほどの南出市長にも話のありますように不条理であります、不正義であります。こんなこと民主主義の中では許されません。さて辺野古のゲート前海上での戦い、地域で島分の戦いは今病原のように広がっております。沖縄のマグマが爆発と言った方がおられます。皆さん誰が想定したでしょうか。昨年の名護市長選挙以来の政治状況、歴史は着実に進んでいるのではないでしょうか。皆さん沖縄全島で島ぐるみの戦いを起こそうではありませんか。必ず私たちは勝利することができます。それはこの18年間の辺野古の座り込みの戦いが如実にそのことを証明しているのであります。先日安倍首相に辺野古に基地絶対作らせないと言った小川知事、その決意は皆さん今日参加した皆さん一人一人の決意で内側中の心意気ではないでしょうか。皆さん最後に140万県民と一緒に沖縄から日本の政治を変えていこうではありませんか。皆さん後世の歴史家は沖縄の戦いが日本の進路を変えた、こういうことを書くというふうに思います。全国全世界が注目をしている沖縄、沖縄から平和の発信を全県全国に広げようではありませんか。以上をもって決意表明で終わりたいと思います。ありがとうございました。続きまして辺野古大浦湾に新基地はいらない、北見北住民の会会長の松田藤子さんよりご挨拶をいただきます。皆さん雨の中ご苦労様です。北見北住民の会の松田です。ここにお集まりの皆さんをはじめ連日ゲート前に足を運んでいただいている方々、会場で反対行動をしていただいている方々、また多くの県民、県外の方々にこの場をお借りして地元住民として感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。さて皆さん、63年前の本日1952年4月28日は日本の主権回復と同時に沖縄が日本国憲法から切り離された屈辱の日であると同時に主権を喪失した日です。そして米軍基地集中の起源となってまさに屈辱の日です。戦時中は本土の捨て石となり、戦後処理でも切り捨てられ本土の湿地に取られた状況で、いまだに広大な基地が集中し事件事故に苛まされている現状です。太田中将の後世に特別のご婚配をとの遺言や気持ちとは真逆で、ご婚配どころか醜いアヒルの子のごとく差別され、軽視され、蔑視されている感を痛感します。聞く耳を持たず県民のどんな訴えも民意も一個だにしない沖縄への周知に憤りを禁じえません。県民を抑えつけ国会主を強行する高圧的国の態度に日本国民としての権利の不平等許せません。人間尊重平和主義を謳った日本国
憲法の仲間入りができると喜んだあの復帰の日、しかしそれは七月復帰で県民が望んだ復帰ではありませんでした。安倍政権が安保のため新基地を建設を強行している状況を見るにつけ、戦前の会議の色に見えて落ち着けません。日米安保が必要ななら、基地は日本全体が平等に分けて目的であり、圧倒的になったとき、圧倒的民意の基地ノーと言っている沖縄に押し付けるのでなく、沖縄が無理なら自分たちの選挙区で引き受けるべく検討すべきではありませんか。私たちが必死になって基地ノーを叫ぶのは、国のあまりにも不公平不平等があるからです。喜びも苦しみも国民が分かち合う日本の国であってほしい。安倍政権は沖縄に対しあまりにも冷血すぎませんか。我々も日本国民の同胞であるなら、公平平等で納得できるぬくもりのある政治をしてほしいと願います。私たちは毎日目の前で大浦湾の異常な風景が目に入り、わじわじしています。新基地は絶対作らせないとの思いで、私たちができる反対運動を日夜続けております。今まで沖縄防衛局をはじめいろいろなところに要請行動をしてきました。3月は国連の3カ所に訴えを起こしました。軍事、人権、環境保全のすべての部署から受理しましたとの確認も届いています。その中で国連関係者の方から、国連人権差別撤廃条約早期警戒措置局にも訴えを起こした方が良いとのアドバイスを受け、今準備を進めているところです。防衛省は8月から埋め立てを強行すると言っています。また本日の新聞によりますと、日米首脳は共同声明で辺野古が唯一の移設先と明記したとの報道には勝手に決めるな、新聞に叫びました。大浦湾に砂が少しでも入れられると取り返しのつかない状態になります。どうか皆さん、今までの結束をお願いいたします。また私たちは米国政府に強い危機感を持っていただくために、島ぐるみ会に県内の全海兵隊基地を同時刻に包囲し、祝電コールを上げたい提案も出しています。ゲート前以外の場所で反対運動が広がってきた事実を見せることにより、小長知事が渡米されたとき聞く耳を持っていただけるのではないでしょうか。小長知事を県民の私たちができることでバックアップしましょう。辺野古問題はもはや新基地反対という問題だけではなく、沖縄県民の尊厳に関わる問題になっています。私たち地元住民は政府の甘い雨に惑わされることなく、新基地断念まで皆さんと共に頑張ります。知事には課題山積でご苦労をおかけしますが、知事が堂々と日米両政府に対峙できるよう、県民が一丸となってバックアップし、正義の民意を武器に、ベルリンの壁のごとく日米両政府の壁をこじ開けるまで知事と共に頑張りましょう。松田藤子さん、ありがとうございました。それでは本日の集会にあたりまして、集会アピールを提案させていただきたいと思います。アピールを紹介いたしますのは、沖縄県議会県民ネット会派の山内末子県会議員です。よーし、
雨の中お集まりの皆様ありがとうございます。それでは怒りを込めてアピール文を朗読し提案をさせていただきます。止めよう辺野古新基地建設、民無視の日米首脳会談休断、 4.28 県民不足の日県民集会アピール。63年前の今日、サンフランシスコ講和条約が発効され、その第3条によって沖縄は日本から切り離され、引き続き米国の支配下に置かれました。この条約は行政、立法、司法の権力を米国が行使する権利を有し、それは米軍による植民地支配、直接支配を維持するものでした。悲惨な沖縄戦から7年、平和の訪れも不可能のことでした。27年前に及ぶ米軍支配は横暴極まりなく、時の高等弁務官キャラウィをして、沖縄に時期は神話と言い放ったほどです。司法、立法、行政の三権を時の最高権力者高等弁務官に握られ、プレイ国という羽切れ一枚で県民の命、人権は蹂躙され続けてきました。米軍は銃剣とブルドーザーと形容されるように、軍事的暴力で沖縄県民から土地を奪い、人権を奪い、命に至る、今に至る広大な米軍基地を建設維持してきました。昨日日米首脳会談に先立ち2+2で辺野古移設は唯一の解決策との合意をし、4月28日の今日、訪米中の安倍総理は辺野古新基地建設の推進を合意する日米首脳会談を行いようとしております。辺野古新基地建設に反対の沖縄県民の民意は何度も示されております。法治国家、民主主義国家を標榜しながら、沖縄に対する差別的な強権的な政府の施策を断じて許すことはできません。屈辱の米軍支配の27年間は土地闘争や復帰運動に立ち上がった歴史でもありました。土地を返せ、人権を返せ、命を返せと、いわば沖縄県民の人権性回復の戦いの歴史でもありました。憲法全文を示す平和的生存権獲得の歴史でもありました。私たち沖縄県民は今一度主張する、日米政府は沖縄県民の民意を尊重し、辺野古新基地建設撤回を今日これから行われる日米首脳会談で合意せよと。70年目の夏が巡ってきます。講和条約から63年、復帰から43年、4.28 県民屈辱の日に、未来へ向けて私たち県民は宣言する。辺野古大浦湾に米軍の新基地は作らせません。2015年4月28日、屈辱の日県民集会参加者一同、よろしくお願いいたします。会場の皆さんも万雷の拍手で確認をしたいと思います。
ありがとうございました。それでは続いて今後の運動提起を実行委員会を代表いたしまして事務局長の中曽根悟社民5県ネット会派の県議より行いたいと思います。会場の皆さん、雨の中今日も大結集であります。国庫県民広場、そして向かい側のパレット小文字広場2階席、あるいは有心の株の皆さんありがとう。そしてパレット小文字の中からも今日は2500を超える結集であります。ありがとうございます。さて集会を終えると同時にデモ行進、私たちのアピール、訴え、予定通り行います。そして、今、ゲート前や会場、現場では、緊迫、緊張の度が非常に増しております。どうぞ、時間を見て、県民一人一人、多くの方が現地へ結集をし、全体を組んでいただきたいと思います。最後に、来月5月の17日第3日曜日13時より那覇市のセンタースタジアム那覇において県民大大会を行います。どうぞ多くの皆さんが県内外からお越しをいただき、私たちの思いを一つに、チームアーキーピートッピー D さん、お見合いのなさい、ありがとうございます。続いて皆さん、今一度メッセージボードによるスプレーコールを行いたいと思います。それぞれ3回ずつご唱和をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。スプレーコール、スプレーコール。大変恐れ入ります。マスコミの方が全国に報道したいそうなので、肩を下げていただけるようご協力をお願いいたします。雨にも負けず頑張りましょう。スプレーコール、スプレーコール、辺野古新基地の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 ゲラーツマリーン、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 ありがとうございました。続いて皆さん、頑張ろう三唱を行いたいと思います。県議会会派日本共産党の会派から戸口治県会議員から行いたいと思います。皆さん、すいません、傘はあとしばらくご辛抱願いたいと思います。この映像はワシントンまで届けるように頑張りましょう。皆さん、 4.28 の屈辱の日、この瞬間にもオバマ大統領と安倍首相は日米首脳会談で辺野古新基地建設推進を宣言し、新たな沖縄のキリストの日にしようとしています。しかし私たち沖縄県民は県民の名において決してこれには屈服しない、絶対に新たな基地は作らせないということをここに宣言しようではありませんか。皆さん、戦後70年になりますが、銃剣とブルドーザーで奪われた基地を取り返すまで私たちの戦後は終わっていません。基地のない平和な沖縄、そして銃剣とブルドーザーで奪われた土地を取り返すまで頑張る決意を固めて、
ワシントンまで届くような大きな声で団結、頑張ろう。ありがとうございました。お集まりの皆様、最後に閉会の挨拶を県議会社大党会派から比嘉祥子県会議員です。皆様、雨の中本当にお疲れ様でございました。1952年の今日から私たちの屈辱は変わっておりません。私たちはこれ以上の沖縄に対するこのような頭越しの決定には断固反対をいたしましょう。そして今日から1ヶ月、私たちの怒りの1ヶ月を遂行しようではありませんか。皆さん、5月17日セルラースタジアムで大勢の方を集めて尾長知事の訪米を後押しする大きな大きなうねりを作っていこうではありませんか。どうぞ皆さん、その日にまたお会いしましょう。今日本当にありがとうございました。これをもちまして4.28屈辱の日県民大会終了いたします。引き続きまして更新に移らせていただきます。これからデモ更新に移ります。その前に本日の司会を務めさせていただきましたのは、県議会ファン会派の比嘉瑞希議員でした。今一度進行に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それではこれより国際通りをデモ行進いたします。今舞台の前から実行委員会役員が横幕を持って、交差点の方に向かいます。真ん中、舞台の前の参加者の皆さん、道を開けるようご協力をお願いいたします。これより実行委員会役員が横幕を持って交差点に舞台の中央から向かいます。舞台の前の参加者の皆さん、道を開けていただくようお願いをいたします。それから雨が降っております。足元に注意をして尿行進ご参加をお願いします。またご自分の健康状態を見ながらご参加、ご本人の判断でお願いをしてご参加をお願いをしたいと思います。もう一つ注意事項があります。デモ行進中は実行委員会の公認会に、はい、集会お疲れ様です。指示に従ってデモ行進をお願いいたします。まあ、少しまた条例におきまして引いてきましたが、8時までしか音声が使えません。今日人数が大変多くありますが、8時までに町地方に到達しない場合は大津市では大変申し訳ございませんが開かせていただきます。そのまま歩いて、みんなで歩きますね。ゴールしたいと思います。その点皆さん、ご理解ご協力をお願いいたします。それでは、実行委員会役員の方から先頭にデモを出発していきます。ご協力よろしくお願いいたします。そうなんですよ、今からなんですよ。はい、雨降ってますけどね、傘差しながら、みんなで歩きます。しっかり、日も落ちてですね、ビルの光とかが綺麗な感じで、感じの県庁前から、デモ行進スタートします。社民党の吉田茂議員もいらっしゃってますね。はい、みんなから握手求められてますね。初見です。初見さん、いらっしゃい。ダメだ。あ、ダメだ、いらっしゃい。あ、
ありがとうございます。どこからスタートするんだろう。はい。で、みんな整列したらどのくらいの列になるか楽しみですね。いや、すっかりみんな、びしょ濡れだと思います。2500人の国際通りでもデモ行進に移ります。雨、あ、はい、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、あの平日の雨の中にもかかわらず、やはりこんなに、パレとくも字の方まで人が集まるってことはそれだけの民意がやっぱり、揃ってるっていうことじゃないでしょうかってやっぱり思います。はい。これから国際通りの方を練り歩きます。でですね、時折、ゲート前で会う、会ったことある、顔ぶれもいらっしゃったりしてます。まあ、あと数時間でこの、集会も終わりますので、まあ、集会の時には混雑、まあ、しますよね。はい。県庁前からの、はい、出発となります。チュピさん、はい、そうですね、平日で雨ですけどね、はい、みんなきっと那覇まで、駆けつけたと思いますよ。やっぱり、たくさんの人が揃うと、はい、それだけ実感できますよね。はい、ちょっと小さく歩きながら進んでますよ。傘が頭に突き刺さってます。遠くに離れようかな。列に入っちゃってるんで、ちょっと離れます。はい、すいません。出ましょうね。すいません。どうも。あ、朝見た脱植民地の上りだ。今日の辺野古キャンプショアブの早朝に見た脱植民地。前の方の列見えますか？Yeah.
いや、これすごい、すごいね。もう国際通りの中入ってるみたいですね。初見さんも、前の方に歩いていったんで、ちょっと私も軽くちょっとどんな感じか見てください。これ見てください。皆さん、長い列を、なしてですね、各自でいろいろ歌を、自分の気持ちの歌を歌っております。戦いは今から。
カバーが取るとリプレイだ。守ろう。若者を戦場に送るな。若者を戦場に送るな。戦場立派、立派を直ちにやめろ。戦場立派を直ちにやめろ。こちらのグループは新日本婦人の会っていうのぼり持ちながら歩かれてます。雨降りっていうこともあって少し歩きにくいですね。なのでゆっくり、はい、行進したいと思います。で、道の反対側は、いつもの国際通りの感じです。観光客はそれを見ている方もいらっしゃいますね。はい、ステーキ屋の前通ってます。お腹空いてきましたね。はい、みんな、列を鳴らして結構先と先、最前列と最後尾がちょっと確認できないぐらい人が多い。あ、そうなんですね。ここ来たことある。なるほど。はい。まあ全部もう国際通りも昔は映画館とかシェイキーズとか結構地元の人でも来れるような、場所だったんですが、ちっちゃい時はですね。だけど最近はもう観光の通りとなっております。そう、国際通りのさ、真ん中にあったよ。なんだっけ、国営館、なんだっけ、名前忘れたけど、ありましたよ。今はもう、ね、茶壇とか、そう、ハエバルとかだったんですけど、国際通りに、3つぐらい、3つも映画館が あったよ。懐かしい。はい、見てください、これ。そうですね、今も、同じようなお土産屋さんがちょっと多いなっていうイメージが強いので、逆に沖縄の人は国際通りで多分
国際通りまで来て買い物っていうのはなかなかなくなってしまったんじゃないかなって思います。ダールグランドオリオングランドオリオンと、なんかそう何個かあったよね、マーサーさん。そう、小さい時、小学校の時とかもう映画館は那覇と、まあ、ちょこっと小さい映画館とかは沖縄市にも、銀天街とかにもあったけど、そうわざわざ、那覇まで来てから小さい時はね、家族で見に来たりもしてたんですけど、そうそうでしょ、あのさ、あれ最前のところと後ろが見えんわけ本当に、今国際通りが全部この、基地反対、尾長知事頑張れのこの列でたくさんになってるといいな。まあ本当に雨なのに本当にすごいですよ人が、うん、こんだけ集まるってやっぱりね、雨にもかかわらずこんなに来るってさ、やっぱりみんなもう怒りの頂点達してると思います、はい。まあ、だからこそ諦めずに声を上げているんだと思います。あ、瀬永亀次郎との、福津館の、上りも見えますね。あの黄色いやつ、黄色の、はい、あ、オルタンさん、こんばんは。はい。いや、車の反応は、一応もっともっと国際通りは、そっか、まあ、そうですね。一応、車の反応っていうか、観光客は、だいぶこちらを見ている感じしますね、行列の方。はい。車もほぼ、レンタカーと、あとはタクシーですね。いや、これがちょっとね、今夜だからちょっと列が見えにくいとは思うんですけども、ずっとつながってます。で、信号になるたびに、止まっているっていう感じですよ。見えるかな、見えるかね。上りがずっとあっちまで上りがたくさん立ってる。はい、いや国際通り、そうですね、行き慣れてる方がいらっしゃるようですね。はい。はい、こっちに手振ってくれる仲間もいます。本当にすごいよ人。今はちょっと交通規制がかかって、片方交通になってます。一応ですね、はい。ちょっとバスが前の方に来ちゃうと重なっちゃいますね。あ、そっか、マサさん
そうだったんですね。いや、もう傘も人もいっぱいでね、そう、顔も見えないぐらいだったね。はい、お仕事もお疲れ様。残業あっても頑張ろうね。叫ぶ沖縄は、沖縄は。あ、近藤さん、こんばんは。今、歩道上に立ち止まってみてます。あ、結構ですよ、そう。今、道が、車道がちょっと、車道も片側になってて。今腕組んでここへここへ座り込めここへここへ座り込め揺さぶられここへここへ座り込め揺さぶられ潰された。ここここここに昔映画館があったよね。今浮島通りの横側ね。ねえ、ここへ座り込め。ワンワンワン。ちょっと車に塞がれてからにみんなが落ちてん。ああ、そうですね、修学旅行生は国際通り定番ですもんね。はい、今日もいるかな、修学旅行生が。これ見てくれた方がいいかもしれないね。一番先頭の方も誰か配信してたらいいですね。議員さんたちがきっと前の方で想像だけど横断幕持ってから、糸数恵子さんたちあたりが歩いてるんでしょうか。あ、恵子さんいなかったっけ。あ、うさこさん、はい、こんばんは。今日は、名護の辺野古ではなく今国際通り那覇に来てますよ。はい、いや、泡盛生ビールって飲みたいね。飲みたいね。いや、ツイキャスしてるって分かるから今声出したね、今の人は。てんちゃくてんちゃん、よし、おーっと。よし、機動隊もいるんですね。頑張ろう。また、更新に戻りますね。ですね。ところどころ信号があるので、それでちょっと間が空いちゃってますけれども、まだまだずっと続いております。はい。一応機動隊もいるんだね。大丈夫？映って大丈夫ね。大丈夫。お疲れ。お父さんも来てるでしょ。うん。うん、見たよ。はい、頑張ろう。どこまで、どこがゴールかね。わからんね。ブラジルまで。裏か。ブラジル裏だね、地球の。怒りにも許します。沖縄よ。
でお母さんと見てな。沖縄は沖縄は帰って、多分ですが今、列の中間ぐらいだと思います。だからね、あれアルソックさんはあれみたいですよ、なんか大成建設の雇われの警備で辺野古に配置されてるそうです。昨日、早朝の講義の時に沖縄の、おじさんが、アルソックの多分機動あアルソックの隊長に聞いてました。はい、でそれで自分たちは大成建設のに委託されて来てるらしいです。だから、ゲートの入り、出入りの時も大成建設さんが入りやすいように要は、警備してるらしいです。はい、いやそうだったんですねって感じですね。今まで、まあアルソクさんも24時間体制で警備しているので、いつも、まあ、ある意味一緒にゲートにいるような感じだったんですけど、はい、あ、うさこさん、そうなんですね。東京どうですか、晴れてますか。はい、同じ時間、頑張りましょうね。じゃあ東京頑張れ、わっしょいわっしょい、ヒロジーも見てるぞ、わっしょい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 。あ、はい、そうなんですね。先頭はもう、国際通りの朝都の、朝都かな、牧師公園の方までたどり着いているようです。はい、あざーす、ご報告。大きな県民の光に燃える島、はい、見てください、沖縄にもドン・キホーテがあります。イエーイ。遠くでも映ってるからよ、遠くでもアップはやめた方がいいはず。何人？お父さんの横にといた方がいい。今よ、87人も見て確認するんだ。
はい、ではですね、ちょっと最後の列まではちょっと映すこと難しいんですけれども、今、国際通りの中央の方、真ん中ぐらいまで来ました。はい、そうですね、集会は2500人、雨の中、みんなが、駆けつけたということで、はい、2500人が、集結しております。はい、では、途中ですけれども、これで一旦配信終わります。また、もし急遽何かあった場合に、また配信しますね。はい、沖縄に似合わない、激安の殿堂、ドン・キホーテの前より配信終わります。バイバーイ。はい、ではまた名護の辺野古で辺野古キャンプシャーブテント前で会いましょう。バイバイ。一旦切るね。バイバイ。